ともー。はい、今回は沖縄県産紅とりあえず紫の芋ですね。はい、こちらちょっと実食していきたいと思います。これなんか食ったことあっかな。いただきます。こんな感じですね。紫がおきれいで、はい、芋っすね芋っすねうん、なんか濃厚っすね。うん、紅芋タルト、紅芋って読むらしいっすよ。読めました。読めますよね。僕漢字読めないんで。そう、なんか僕のお客さんでね、結構信者の人は僕漢字が読めないってのは知ってるんで、カッコで毎回振り仮名を全部書いてくれてお伝えするんですよ。大丈夫ですか。うん何が大丈夫なのか分からないですけどね。まあ、何が言いたいかというと、お問い合わせするたびに、漢字が読めない場合は、まあ、適当に流すってことです。それっぽく。まあ、本当にね、この言葉、この漢字が分かんなくて、意味が分かんなかったら、ググればいいだけなんだよ。まあ、なんとなく文面見れば分かるじゃないですか。なんとなくね。あ、これ、ブラックコーヒーに合いますね。うん。ちょ、もう一個いいですか。ちょっと腹減ってくる。やっぱね、腹減った時は芋いいっすよね。いやー、はい、どれくらいの動画になるんですか。これ分かんないです。まあ、たまに30分枠になる場合ありますけどね気にしてないんで、そもそも。まあ、もう一部なんで動画撮るのが、なんかそういうのないですねあ、そう、ま、全く気にしない。なんか逆にそれが強みかもしれないですね。強みというか、なんか多分それができないんで、ほとんどの人が逆にじゃないですよ。明らかに明らかに強み、まあ、10万本はマストでアップしますからね。10万本は、まあ赤番食らわなければ。まあ今のペースだと60までには10万本になるんで。そう、これ6個する食べます。うん、うん、まあ、お土産でいただきます。あ、乗っけてもらってもいいっすよ。ここに冷えるからいいんじゃないですか。こうやっていい。はい、大丈夫です。今日から4泊ちょ、沖縄からお客さん来てるんですけど4泊です。4泊ただです。ただでもね、残念なことにちょっと雨降ってきましてまったりしてるっちそう、雨降ってきちゃったんですよ。でもね、午前中はね、ちょっと晴れてたんであれですけど。はい、これあるんですか。あー、すいません、ないですね。買ってきましょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。それか、ホットでよければありますよ。大丈夫ですか。なんかさっき合いますねって言ったから。まあコーヒーとは合いますね。沸かします。いや大丈夫です。そこまでは。うん、
うん、いや芋とコーヒー合いますね。まああの茹でてくれれば沸かしますんで。ああ大丈夫。バカウケいただきます。そば、はい、そばが食べたくなりました。そば屋行く、あ、行きましょうか。前の時あ、行きました行きました。モーリーとかも一緒に行きましたよね。まだやってなかった。あそこはやってますね。ただあの時短してるんで夜はすぐ閉まると思いますね。今ね飲食店ほんと鹿児島も早く閉まるんですよ。20時前に19時とかね、早いところ。こう動画のタイトル紅芋タルトを食べた感想とかにしときましょうか。あ、アンドバカウケっていうキーワードも入れときましょうか。いらんか。そう、キーワード2個。あ、沖縄県産の紅芋タルトですね。キーワード的には沖縄県産。これでいきましょう。うまいっすよ。終わります。